はい、というわけでございまして、今日はですねこんな形でカメラを回してますけども、先ほどね、入れたモーニングコーヒー、はぁ、めっちゃ美味しいですね。はい、2月10日というわけでね、今日は、明日が建国記念日で、月曜日がその不利休ということで、土日月3連休いただいてますけども、その中で GH6 を回しながら喋ってます。皆さんよろしく。これはね、今16ビットの音声で撮れてますけども、さっきコーヒーのね場面撮ったところは 4K120p で撮影しました。で、今日はですね、僕ね、実はね、2月が誕生日月ということで、こちらのねスリッパ、この可愛いスリッパをね、うちの奥さんからいただきましてですね、ありがとうございます。大切に履きます。ちょっと在宅ワークもね増えてきたっていうことで、今年のね誕生日はこちらのスリッパをいただきました。大事に履くぜ。せっかくなんで紹介しようかなと思うんですけど、ルームズというお店なんでしょうか。こちら下に www.frontierinkweb.com って書いてありますけどね、はい、よいしょ。こちらのスリップね、こういった形の裏面をこういう形でね、なんか滑り止めみたいなのもついてて、なんか設計がとても考えられた、まあ、人間工学なのか、ちょっと今ちょっと聞いただけなんで調べてないんですいません、わかんないですけど、考えられた設計でとても歩きやすいというみたいですよ。はい、で、実際今ね階段を登ってみたらとっても歩きやすかったです。はい、もしよかったらチェックしてみてください。というわけでございまして、今日は久しぶりになるのかな、2月はねエイブルトンライブの12も発売されるということで、徐々にね音楽の方のギアもね上げていきたいということで、今日は DTM 動画でもやっていこうかな。はい、どういった動画にするかまだ今の時点では考えてないけど、この後の動画をご視聴いただければいいかなというふうに思ってます。それでは行ってみましょう。チェックアウト。はい、というわけでございまして、エブリトンライブ11の画面の方に来てますけども、12がね、そろそろ発売されるということで、僕は年末にもう予約したんですけど、まあ発売されたらね、まあ振り込んだお金がね引き落とされて、まあ通知が来てインストールできるようになるよっていうことなんですけど、まだね発売されてないみたいですね。はい、ので今日はライブ11の方でやってます。はい、12がね、来次第、12の方もねお伝えできたらいいかなというふうにも思いますけどね。もうすでにベータ版出てるんで、まあ情報は出回っているとは思いますが、はい、僕もね改めて12が出たら情報をね、公開してきたいなというふうにも思います。ではね、今日はね、コンタクトの中のエンパイアブレイクスっていうね、ドラム音源なんですけども、こちらを使ってちょっと遊んでいこうかなというふうに思います。これはですね、なかなかいいドラム音源で、はい、ご存知の方もいいと思うんだけど、知らない方にはお伝えしておこうかなと思うのは、ネイティブインストゥルメンツというね会社から出てる、コンタクトっていうねソフトがあるんですけども、そのコンタクトの中で使う音源ですね、エンパイアブレイクス。これも発売されてまだ売ってると思うんで、興味のある方はチェックしてみてはいかがでしょうかっていうことでね、このピアノロールあると思うんですけど、このねピアノロールのところを押すと、もう自動で演奏してくれるっていうね、便利なやつですね。時短テクニックにもなるかな。僕もだいぶお世話になってます。で、このカラフルなところを押すと、単音。こんな感じでね。ので、まあ、エイブルトンプッシュ使ったりしてね、フィンガードラムとかやってもね、面白いのかなっていうふうにも思います。で、さらに、この、キットっていうところを押すと、例えばここのキック、この音ちょっと変えたいなっていうときは、これをダブルクリックするとブラウザーが出てくるので、なんか気に入ったね、音源を、さらにダブルクリックすると、変わりますので、はい、キックがね、今ここの音に変わりました。じゃあスネアも変えてみたいなと。このスネアを変えたいとしたら、ダブルクリックするとブラウザー出てくるので、
これに変えたいなとかって言ったらこれに変わるわけですね。はい。でね、その他にもね、いろいろちょっとローファイっぽくしたいよとか、このつまみがいろいろあったりするんですけど、ちょっと今日はね、ここはやらずにですね、はい、このエンパイアブレイクスっていうのは、プリセットがこんだけあって、で、さらにね、さっきみたいにパターンでいろいろとブラウザーからね、音源を選んでっていう風にできるんで、結構ね、飽きずに、いろんなパターンを作れるのかなっていうふうには思うんですけども、まあこれだけに限って言うと、まあ限界はあるっていうところもあると思うんでね。ので、まあ僕とかも、もう結構もう、もう使い切っちゃったな。使い切ってはないけど、なんとなくもう雰囲気はね、全部パターン覚えちゃったんで、みたいなところもあるので、じゃあどうすっかなっていうことで、他のね、コンタクト音源使うのもいいかなとは思ってるんだけど、そうではなくて、今日はね、イージードラマー、年末に僕ゲットしたんですけど、イージードラマー3に、このエンパイアブレイクスの音源をちょっと読み込ませて、イージードラマー3風にね、ドラムパターン作っていこうじゃねえかっていうことをやります。はい。で、すでにちょっと作っちゃったのがあるんだけど、これは一回消しまして、もう一回ね、イージードラマー3で作ってきますんで。チェックしてみてください。じゃあ行きますね。ちょっと待ってね。一回ね、この作っちゃったやつ一回消しますから。はい。さっき練習でね、作ってたんだよね。はい。こんな感じで消えたかな。ではですね、エンパイアブレイクスの方で一回ね、パターンを、作ってみたいと思います。すでにね、作られたパターンを一回演奏します。ではね、こちらのエンパイアブレイクス、左のね、トラックのところで一回録音します。はい、今ね、4小節のパターンができました。今はね、C3 のね、キーボードのところを、ここですね、叩いて、今実際僕手元にキーボードがあるんですけど、その C3 の部分を、鍵盤を叩いてできたものです。はい。で、これをですね、イージードラマーに持ってっても別に何も起こりませんので、僕はこれを、オーディオファイルに、ね、変換してますので、オーディオファイルに変換しますね。オーディオファイルの変換は、オーディオトラックのところで、まあ、ここのね、一番左の、トラックに、このオーディオフロムを合わせてもらって、エンパイアブレイクスなので、エンパイアブレイクスに合わせて、で、まあ、インにして、録音を開始するっていうだけですね。はい、今ね、オーディオファイルがね、生成されました。この辺のね、オーディオファイルの作り方、MIDI からオーディオどうやって作るんですかとかっていうのは、またゆっくり時間があったら、初心者向け DTM 講座みたいなのもね、できたらやろうかなと思ってますんで、その時にまたやりましょう。そんなに難しいことはね、してません。はい。ではですね、これ今できましたと。一個下にずらしといて、はい、これがね、オーディオでできたファイルですね。で、これをですね、こっからいけねえよな、まさか。バンドメイトで。あ、いけないよな。このままね、ライブ上でこう、ドラッグ&ドロップできたらいいなって思うんですけど、それはどうやらできないんだよね。ので、一回、こうやって、ね、デスクトップ上に出してあげてます。それでからできたファイル読み込みます。
できましたね。こんな感じで。まあもちろん、ドラッグ&ドロップでもね、こういう風にドラッグ&ドロップでも大丈夫ですので、はい。一回読み込ませました。はい。そうすると、今、二つね、なんかデータっぽいのができてるんですけど、この上のがソース元、今ね、コンタクトのエンパイアブレイクスでできたもの、そのまんまのやつです。で、下のドラムスっていうのが、その音源を元に、Easy Drummer 3が、まあ、分析、解析して、こんな感じのどうすかみたいな感じで生成してくれたものですね。はい。じゃあちょっとね、ソースの方から聞いてみましょうか。ソース。はい、今のがソースなので元ですよね。はい、コンタクトから持ってきたそのままのやつ。で、それを分析してくれた結果が、こんな感じ。いいっすね。はい。で、このね、パターンがあって、いろいろとね、まあ、ポップスとかブルースとかディスコとか、ファンクとかあるんだよね。じゃあ、ファンクの、クローズドハイハット A っていうパターンにしてみましょう。そうすると、今ちょっと、ここの部分変わったんですけど、聞いてみましょうね。はい、今のこのソースをもとにファンクっぽくするとこうなるよっていうのを今提示してくれましたね。で、ここにね、アマウントっていうのがあるんだけど、このもうちょっと今寂しいなと思った場合はちょっとハットの音をこう足したりね、ここでつまみみたいなのがあるんで、キックの音をもうちょっと増やそうとかすると、はい、こういった直感的な感じでね、音を生成することもできます。ではせっかくなのでヒップホップなので、ね、ヒップホップ風にしましょう。ヒップホップの、クローズドハイハット A ってやつはどうなるか。はい、ハイハットの感じがね、なんか最近っぽくていいなっていう風に思いますね。じゃあこの音気に入ったのでこれにしましょう。で、これを、ちょっと1曲分作りたいなっていう風に思うよね。そうなった時に、この Easy Drama 3はとても便利で、ソングクリエイターっていうね、機能がありまして、1曲分作ってくれる。まあ1曲だと大体、まあ1分半以上って感じだよね。まあ4分ぐらいかな、ヒップホップとかだと。そんぐらいのね、パターンを作ってくれるよってやつなんですけど、このね、できた MIDI を、ソングクリエイターに持ってきます。ここのね、ドラッグ MIDI ヒアってとこに持ってくと、1曲分ね、作ってくれます。で、さらに、AABA とか AAAA とかあるんだけど、これはまあ、J-POP とかでもよく言う A メロ、B メロとかね、そういったパターンをね、作ってくれるものです。じゃあせっかくなので、なんかこれにしようかな。 ABAB ロングってやつね。そうするとイントロ、バース、コーラス、バース、コーラス、ブリッジ、コーラス、エンディングっていうね、ものを作ってくれました。で、できたやつをここにドラッグ&ドロップしますと。今できたこのカラフルなやつをドラッグ&ドロップしただけです。そうするとこんな感じでね、できましたよっていうことですね。はい。じゃあ聞いてみましょうね。はい、こういった感じでね、先ほどの、元音はこれなんですけど、これを元に
こんな感じのね、生音源っぽいね、またエンパイアブレイクスとはね違った感じの雰囲気のね音源っていうのができましたね。したらこれをですね、またエイブルトンにドラッグ&ドロップすると、エイブルトンの方にね、またクリップができますので、はい、これでまた曲作りをねしていけば面白いんじゃないかなというふうに思いますね。はい、それではエイブルトンライブ上にできたクリップを聞いてみましょう。チェック。いい感じですね。OK。 というわけでこんな感じで今日はですね、まあ駆け足でやってきましたけども、エンパイアブレイクスから鳴る音をね、イージードラマー3でちょっとチェンジしてね、雰囲気を変えてみたよっていう動画でした。それではまたお会いしましょう。この後この曲のね続きやって、完成したら発表しようかなというふうに思います。全然形変わっちゃうかもしれないけどね。 Peace out。